五輪11歳、13歳、16歳、10代だらけのスケートボードに反響やまず年齢制限を求める声も小柄な方が圧倒的に有利に対する反応集です。女子ストリートで銅メダルの16歳ライッサ・レアウ、同種目で金メダルの14歳吉澤蓮、女子パークで金メダルのアリサ・トルー。パリ五輪で2回目の正式競技に採用されたスケートボードは、今大会も、10代の活躍が目立ち、年齢制限の導入をめぐる議論が沸騰。ストリート競技、パーク競技と試合が、行われるたびに話題になり、反響がさらに拡大している。7月28日日本時間同日に、行われた女子ストリートの決勝では、金メダルの吉澤蓮は2009年生まれの14歳、銀メダルの赤マリオンは、2009年生まれの15歳、銅メダルのライッサ・レアウ・ブラジルが2008年生まれの16歳と若い世代が、活躍。他にも、4位の蔡振綺中国が2009年生まれの14歳、6位のペイジ・ヘインアメリカが2008年、生まれの16歳、7位の中山楓奈が2005年生まれの19歳と10代が独占している状態だ。6日日本時間7日に行われた女子パーク決勝では、金メダルのアリサ・トルーオーストラリアが、2010年生まれの14歳、銀メダルのカイシンナが2008年生まれの15歳、銅メダルのスカイ・ブラウンイギリスが、2008生まれの16歳とパークも10代が独占。その他にも5位のヘイリ・シルビオ・フィンランドは2011年、生まれの13歳と非常に若い。また、予選敗退となってしまったが、中国のテイ・ヨシヨシミは2012年生まれの11歳で、話題となった。一方で男子パークには、1975年生まれの49歳ダラス・オーバーホルツァー、南アフリカや、1973年生まれの51歳アンドリュー・マクドナルド・イギリスなど、ベテラン選手も出場し、健闘を見せている。また、冬季五輪競技におけるフィギュアスケート、スピード、スケート、ショートトラックには16歳以上という年齢制限があり、体操新体操トランポリンなどには、各競技16、18歳という年齢制限がある。こういった制限を行う理由の、一つとして、若い選手が、過度なトレーニングなどで健康に悪影響を与えないためと言われている。引用終わり、年齢制限16から18歳だと4年に1回しかないオリンピック出れない年代が出てくるの問題じゃない？体操なんてチビばっかりなのに日本女子は弱いけどな。ピークが若いのであれば、その間に輝かせてやれよ。なぜ年齢制限するの？スポーツとしてラーの方が好成績になるだけだけど。記事には若い選手が、過度なトレーニングなどで健康に悪影響を与えないためと、言われている。としか書いてないな。有利すぎるのがダメなら階級制にでもするか。当時の岩崎京子ちゃんを思い出す体の抵抗がないので、平泳ぎでスイ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 泳いじゃう。もし自由形とかバタフライだったらそうはいかないからね。一番幸せを14歳で手にした女。あれはそういう理屈だったんか。大柄の方が有利な競技があってもそっちは制限ないんだし小柄が有利だからって理由で。制限は違うような体操とかと違って成長期に体に悪い背骨酷使するような競技でもないし、年齢制限なくていい。どのスポーツも子供の時から厳しいトレーニングしてんじゃないの？バスケットもクラス別にしてね。確かに、格闘技ではないが、身長体重で分けた方がいい。過度な練習を避けるために出場できるための年齢制限を設けるとか意味ないだろ。年齢制限が解除されるまで大会に出ることもできずに過度な練習をさせられることになるだけだ。子供の頃から過度なトレーニングを重ねた人が16歳から出場チャンスを得られるわけだから年齢制限の理由になってないだろ。ほんこれ3歳から16歳まで過度なトレーニング重ねるだけの話で健康被害云々の解決にはならないなら全ての競技は成長期過ぎてからトレーニングしなければならなくなる。むしろいらないからやめろよあら。なんで年齢低かったら問題なん？若い選手が、過度なトレーニングなどで健康に悪影響を与えないためと言われている。もんもうかよお前。優しいな。男子は低年齢いないから、あんま年齢関係なくね。少女だらけのスポーツがあってもいいだろ。ロリコン王国。私は日本国籍が今日ほど恥ずかしいことはないよ。
外国選手も大体がティーンだろ、ちゃんと日本語も読めない他国の人？お前は国籍関係なく恥ずかしいよ。新体操やフィギュアスケートもそんな感じじゃん。だから年齢制限つけてるだろ。また日本がいじめられるのか。日本以外も年齢低いからなんとも。昔、スケボかローラースケートの大会がアメリカであって、日本一兄弟が年間のほとんどの大会で勝ちまくって大会そのものあがなくなったことがあったな。インラインの安床兄弟、まあスポンサーつかなきゃしょうがないからな。そういう問題じゃなくてスポンサーがつかなくなる。スポーツのメーカーにしても、子供が履いてた靴やボードを市販品にして販売しても大人は買わない。昔、浅田真央が年齢云々言ってなかったっけ？ですよね。トリプルアクセル絶好調の時にママがあと1ヶ月私を早く産んでくれたらな。って言ってたよね。満16歳？とかからしか出場できないものだと思ってたわ。いろいろ問題が起こってギネス記録も最年少部門を止めちゃったのにね。トリプルアクセル絶好調の時にママがあと1ヶ月私を早く産んでくれたらなって言ってたよね。正確には、ママがあと3ヶ月早くやってたらだよね。衝撃的な発言でママも驚いてた。ググれば画像付きで出てくる。一番強い15歳の時に年齢制限でオリンピック出れなかったからな。年齢制限取っ払ったらロシアの低年齢軽量級が4回転飛びまくってロシア一色になるだろうな。スケボーにしろフィギュアにしろ回転技が含まれる競技って体重軽い方が有利なのかな？考えたらわかるだろ。そんなこと言ったらボルダリングなんて身長ないだけでスタートすらできないんだぞ。森ちゃんかわいそす。あの子は奇跡の20歳やな。どう見てもゲーヒー。おととい初めて見た時に、まだ中学生くらいだし身長伸びてからに期待だなぁとか思ったら20歳でビビったわわら。森秋彩は全然手が届きそうになくてあれはかわいそうだったなぁ。154組じゃ届かないコース設定になってた。そういう競技あってもいい。男子は20歳前後が多かったじゃん。パワーも要求されるから。他の国もロリコンばっかだったが。成長して肉が増えて体が重くなると飛べなくなるフィギュアスケートと同じ話？デブも出てたぞ。それを言うなら身長制限じゃネタ要請とは逆行するけど、バスケも身長制限ある方がいいね。でかい方が有利だからな。階級制バスケとか階級制ラグビーとか、公平性は担保できるかもしれんけど、チーム組むのが大変そう。出場選手全員の平均身長を190センチ以下になることのような規定を追加した方がいいと思う。それいいな。ちびっ子を2名ほど入れて、試合に出るメンバーを2名以上で固めてくるチーム出てらいそうわら。年齢制限つけても中国とかは年齢詐称するからルール守る方がバカを見る。体重が軽い方が有利なんかな？恐怖心がないってのもありそう。正確には筋力比の体重、男子は筋力も伸びしろがあるけど女子は第二次成長すぎると筋力比で体重が重くなりやすい。そこを埋め合わせようと過度なトレーニングやると女子選手は無月経などの異常を起こしてそこから長期的な健康問題が起きやすい。骨密度と疲労骨折は典型やな。またすぐルール変更だよ。日本人は19具の重りつけてもらいまーす。ロリで軽い方が有利って割に男はちょいデブやジジイまでいるのなんなの。センスあって筋力つければ女子だっていけるってことでしょ。筋肉や脂肪のつきやすさなんかの肉体構成の問題かもしれんね。性ホルモンが出てきて成分化が明確になるのが関係あるのかも。金メダルの OG は16歳だぞ。じゃあバスケもバレーも高身長禁止な。ほんとこれわらわらわら。心なは170あるのに身長関係ないな。そんなあるのか、でけえな。回転技とかできなくなるだろうから、関係はあると思うよ。背伸びてスピード上がって利点しか感じないって昨日テレビで言ってた。小柄が有利なのは少し考えればわかるような。身長に胸100クグくらいあったら、トリックどころか普通に滑るのも難しそう。子供がやるのは危ないとか人目につくのはどうのってあるだろうけど。大柄が有利肉体的、筋力的にな競技もあるやん。重量上げとか砲丸投げとか、重量上げスケボーとか砲丸投げスケボーとか種目追加しよう。15年前くらい前のレジェンドスケーターのボブ・バーンクイストは身長188組同時代にトップ争いしてた。ルーン・グリルバーグってスケーターは身長180組ストリートのレジェンドスケーターの、
アンドリュー・レイノルズは188クム、エリック・コストンは183クム。パークは体重軽いとスピードでなくて、高さでないし、ストリートは股下短いと足を畳んだ時の高さが低いから不利。スケボーに年齢制限ならフィギュアスケートにも年齢制限さないとな。大層もな。もうしてるよ。フィギュアはもう制限されてて女の子ももう15歳とかは出れないはず。スケートはどんどん厳しくなって来年からは17歳になるみたいだな。浅田が14で出れなかったはず。たらリピンスキーが原因。少女が動きやすいストリートのタンクトップで競技することの何がいけないんだ。日本の出た男のやつはイケメンで軽そうだったけど、外人なん人かずんぐりで体めっちゃ重そうだったぞ。サーカスの曲芸と一緒。16から18歳の年齢制限ってやばくね。パークの銀メダリスト高身長だろ。体がない人に近づいたら勝てなくなるような競技なんか魅力ない。みんな3歳とかから始めてるんだから過度なトレーニングもクソもねえだろ。日本が強すぎるからルール変更しようとしてるとしか思えん。小柄な方が有利だから年齢制限設けようはおかしくね。世界的にいい年してスケボーやってる人が少ないだけの話かと思ってた。海外だとサイ食ってる連中は葉っぱ吸い出しゲフンゲフン。フィギュアと同じだな。最年少記録より最年長メダリストのが快挙だわ。なぜ年齢制限が必要なのかわからん。小柄な方が有利で何が悪いんだ。スポーツとしてあかんやろ。他にそんなスポーツないで子供のが有利なんて。ロシアのフィギュアとかもそうだったけど、メダルを取らせるために子供に過激なトレーニングをさせて成長で使い捨てするようになると不健全だからかね。男子はちゃんと茂る人が強いから経験が生かされてて良いのにな。それでも勝てる選手はほとんど平均身長でかいの範囲内。まあ苦手ならやらなきゃいいだけだけど、五輪の権威が落ちるんだよな。こんなガキどもにオリンピック代表の重みとか日本を代表して戦う誇りなんてないし、わからないだろ。それ以前にオリンピックに権威や箔を感じるのがもう古い。スポーツなんか他でいくらでも世界競技があるのだから。スケボーの決勝に出てた子たちのインタビュー聞く感じそんな感じだったね。普段のシーズンの方が大事で、こっちはただのイベント的な扱い。オリンピックなんて元からそうでしょ。オールスターみたいなもんだ。柔道、レスリング、陸上あたりは明らかにオリンピックをめがけてきてる。プロのネイサン流スポーツは話題性目当てでオリンピック当てにするしかないもんな。わら、それに人生かけてるんだから笑っちゃうよね。やり投げでオリンピック出て将来何の意味があるんだとか思う。他人の人生をエンタメで消費するオリンピックってのはゲスくて素晴らしい大会だと思うわ。これやると浅田真央の時みたいなろくでもないことになる。じゃあバスケやバレーもルール変えろ。フィギュアスケートにはあるし当然の声。全ての競技に共通だと思ってたわ。今日は何歳でもいいんだろうけど、結局女ってスケボーやめていくんでしょ。サイ食ったらだから若手しかいないんでしょ。セカンドキャリア組みやすいから10代ピークの競技があって、移行心の指導を行いながら大学受験しますとか、羨ましい野球の選手だと30代でクビになってしまった。その後の人生どうしようってなる。スケボーは20を過ぎてから。そもそもスケボーは20歳過ぎたら競技からは引退するやつ多いしな。それだけで食えるやつは本当にトップだけだし、普通に働いたり家族ができたりもする趣味でやるだけなら、まだしもガチでオリンピック目指して頑張れるやつは学生まで、特に女子はそうなんじゃね。実際町内会の剣玉やヨーヨーのちびっこ大会レベルアホかと。階級作ればいいだけでは。11歳で出れるの。マオちゃんは出れなかったのに。年齢制限ついてないからな。フィギュアは当時から年齢制限あったから。こんなもんをオリンピック競技にするからだろ。吉沢蓮は小5で金メダル取ってる。世界戦はあったが、それで何が悪い。申し訳ないけど、年齢制限とかどうでもよくて、そもそも見てて面白くない。バスケットボールも高身長が有利すぎるから身長制限すべき。そんな競技があっていいじゃない。年齢や体型も実力のうちだね。日本独占だと規制が入ります。アメリカ人からのクレームです。逆らえない。正直30近くになってもスケボーやってるのもどうかなと思うし、若い子が出るのはそこまで悪いと思わないかな。わら、浅田真央も取りもで金取れたしな。でも男子は50歳近くの選手が五輪代表にいたぞ。極端なのは女子だけだろう。
男子の場合筋力でカバーできるから女子の場合体格と柔らかさが生命線だから若い方が有利になる。子供が有利と言っても実際ココナにスカイブラウンにレアウに前回のメダリストが、またメダル取ってるんだよな。この辺の子たちが次の4年後も勝てるなら様子見でもいいな。筋トレがしがしやって身長伸びなくなるわけじゃないし、選手寿命短いから別にいいと思うけどな。あまりに小さいとスピードもパワーもないからさすがに運動能力的に無理だし、女子は男子のような高度なテクを争う段階まで行ってないから中学生から高校生くらいがちょうどいいのかね。プロレスラーの武藤圭司は俺はガキの頃から筋トレしまくってこの身長だから関係ないよって昔テレビで言ってたね。子供の遊びを五輪競技にしたらそうなるよ。体操も小柄が有利とはいえ、あれだけのムキムキ筋力も同時に必ず必要だから体格の良さが有利になったり、年齢重ねてつく筋力で技が完成したりのちょうどいいバランスなんだね。スケボーと体操が同じ時間やってたけど、才能と修練の時間がまるで違うような気がしたなぁ。日本陸上界のレジェンドサニブラウンが10秒切っても予選落ちしてる一方、そこいらのガキが遊びの延長で、金メダリストとか言われてもおっさん的にははぁ？としかならんよ。所詮ガキの遊び。フィギュアスケートと同じだよね。おっぱい大きな選手もいたけどきっぱいの方が有利よな。そういう競技としてみればええやん。ストリートの男は堀米が連覇だからよかったけどこれがあの子供にしか見えない。銀ちゃんが金メダルならルール改正待ったなしだったわ。子供の方がハイレベルだから仕方ないよ。こんなもんゴリンピックにふさわしくないわ。さっさと競技から除外しろよ。いらねってイコールの子。スケボーとかしょうもない競技をオリンピックにすんなよ。すぐに制限言うのは甘え。見ててつまらんしロリコン競技だしそのうち消されるな。真夏の大冒険この実況が全ての元凶。え、そんな寒いこと言ってたの。モロキッズ向けのスポーツじゃん。格ベー師みたいなもんだから。年齢制限したらピークを過ぎた人の趣味でしかなくなる。回転競技はチビの方が有利と言われてきただろ。小回り利くし体重が軽いからな。制限なんてするもんじゃない。そういう競技なんだから。実際スカイブラウンちゃんは4年後はサーフィンに転向だ。身軽さだけの戦いになってるのかな。あたの競技はそれなりに身軽さとは反する他の要素が必須だったりする上に、制限つけてるわけで。違うでしょわら。日本人まみれだからでしょわら。南アフリカの49歳のおじさんボーダーが出場してたが、そういう人も出たいならジュニアとシニアで分けてもいいかも。体が大きくならないように成長期の子供に食事制限とかさせるケースが出てくる恐れがあるから仕方ないか。普通の食事とかして小柄ならいいんだけど。